はい、こんにちは。今日はね、ヒューレットパッカードの、プリンター、インクプリンターキーに、うるせえな。インクプリンターキーに、100均で買ったキャノン用のインクを詰め替えてみたら、どうなったかっていうのを。ね。で、詰め替えてみて、ちゃんとうまくいきました。100均のでもね、キャノン用なんですけどね。まあ、他のわかんないですけど、他のインク機用のはわかんないですけど、まあ100均100ヒューレットパッカードのは売ってないんですよ。ヒューレットパッカード専用のね。で、こう、これに、こうやって、このなんか変な丸いところにこうやってインクをこうジューってやって、2分ぐらいで多分満杯になります。はい。部屋汚ねえな。まあ、いっか。で、なんか満杯になったらなんか下から染み出てくるんですよね。なんか満杯メーターとかもないんで気をつけてください。で、なんか下から染み出るんで、染み出てきたらなんか満杯かなって感じでわかるようになってます。あと、ここに、この空っぽだったらすぐ、こう、ポタポタ落として、もうこっからなんかね、巣、ヒューって、すぐ染み込むんですけど、満杯になったらもう染み込まずに、ここにちょっと溜まっていく感じですね。2分ぐらいこう、入れといてください。はい。で、注意点としては、やっぱり絶対汚れがつくんで、ティッシュはもう下に3枚ぐらい引いといてください。汚れてもいいところでやってください。ちょっと後でね、僕も掃除しようかなと思って、ちょっと参ってるんですけど。で、他の注意点はそうですね。あとね、この100均のはね、2から8回用って書いてるんですね。なので、僕は、その多分1回用だなって勝手に勘違いして、ずっと入れてたら、下にボタボタ溜まってたんで、2から8回用ですね。黒は1から3回って書いてます。赤、青、黄は2から8回分って書いてますね。100円でね。はい。で、成功したっていう話です。はい。ありがとうございました。